皆さんこんにちは。コツアズ鉄道チャンネルへようこそ。始発駅の西武新宿から高田の馬場、所沢を経て埼玉県川越市の本川越の間を結ぶ西武新宿線は、首都圏の通勤通学路線として日々沿線住人の貴重な足として運転しています。その歴史は古く、1895年に当時の川越鉄道が開通させた国分寺から川越間の一部の路線に遡ります。開業当初は路線名称も村山線と呼称していました。高田の馬場への延伸は昭和に入った1927年になってからで、開業当初は仮の駅として運用されていました。その後、戦後に入ってから西武新宿まで路線が延伸されていますが、この西武新宿駅、他路線が乗り入れる新宿駅と結構離れています。なぜなのでしょうか。今回の動画をご覧いただくことで、この西武新宿駅が遠い理由がわかると同時に、その歴史についてもお分かりいただけると思います。それでは本編へどうぞ。まずは西武新宿線の始発駅となる西武新宿駅について簡単にお話ししたいと思います。西武新宿駅は日本最大級の歓楽街、新宿歌舞伎町の西端に位置する駅です。 JR 線をはじめ様々な路線が乗り入れる新宿駅から見ると、靖国通りを挟んだ北に位置し、新宿駅と西武新宿駅は徒歩で移動できます。しかし直線距離にしておよそ700メートル離れていて、実態としては新宿駅とは別の駅になります。ではどうして西武新宿駅は JR 線などが乗り入れる新宿駅とは離れる形でターミナル駅を作ることになったのか、西武新宿駅の歴史を遡りながらお話ししたいと思います。新宿駅延伸を目指して仮駅として開業した西武新宿駅。現在の西武新宿線は当初高田の馬場を始発としていました。高田の馬場駅は1910年9月、当時の行政機関であった内閣鉄道院が管轄した国鉄山手線の駅として開業しました。1927年4月、西武鉄道が山手線と立体交差する手前に仮駅として高田の馬場駅を開業させ、翌年1928年4月に現在の山手線高田の馬場駅の東側に移設されました。当時はこの高田の馬場が新宿線の始発駅だったため、山手線以外には接続する路線がありませんでした。そのため西武鉄道の都心部への延伸計画は戦前よりありました。当時は早稲田まで延伸し、現在の都電荒川線に接続する計画を立て免許も取得しますが、この計画は実現することなく終わってしまいます。本格的に都心延伸計画が再開するのは戦後になり、国鉄新宿駅までの延伸を目指し、当時は異例ともいえる高田の馬場から新宿間の免許の認可を受けます。異例と言いましたが、こんな逸話があります。戦後千葉県内に敷設されていた旧日本陸軍の鉄道連帯施設の払い下げが西武鉄道に決まっていたのですが、行政側が千葉県内は京成と判断を下し、京成電鉄に払い下げが決まり、現在の新京成線となってしまいます。その代替として高田の馬場から新宿間の免許が与えられたといいます。しかしこれには別の説もあり、戦後運輸省は民鉄路線を山手線内に入れないという施策を実施していましたが、終戦直後多くの鉄道事業者が資材不足に悩む中、西武鉄道に一部資材を放出させたことへの見返りとして高田の馬場駅から新宿駅間の免許を交付したという意見もあるようです。何はともあれ、高田の馬場から新宿間の免許を取得した西武鉄道は新宿までの延伸に乗り出しますが、ここで大きな問題に直面します。延伸先の新宿周辺は区画整理がされていませんでした。そこで1952年3月、西武新宿駅を暫定的な仮の駅として開業させたのです。
新宿駅乗り入れ計画の中止。免許も取得し、仮駅として西武新宿駅を開業させ、あとは区画整理が終わり、目と鼻の先の新宿駅まで路線を敷設するだけの状態。まさに待つ間が花の状態で、新宿駅の乗り入れを待つばかりとなりました。1950年代も終わりになると、新宿東口駅舎を取り壊し、新宿民衆駅ステーションビルの建設が始まりました。西武鉄道もこの計画に参加し、新宿線は新宿駅に乗り入れを果たすことになるはずでした。1964年5月、国鉄新宿駅東口に新宿ステーションビルがオープンし、ビルの2階部分は西武鉄道の乗り入れを考慮した形となっており、ビルには旅客用の入り口が設けられ、改札ラッチの搬入、高架線の基礎もいくつか作られ、まさにあとは西武線が来るだけの状態でした。建築専門誌にも具体的な西武新宿線新宿駅の図面が掲載されるなど、西武線が新宿まで来るのは誰の目から見てもすぐそこまでの状態でした。しかし西武新宿線の新宿駅乗り入れ計画は目前にして中止になってしまいます。なぜなのでしょうか。その原因はホームの制約があったという説があります。当時確保できたスペースは島式ホーム1本、6両編成用発着線2本分でした。これでは今後増えていくであろう運行本数にも編成数にも対応できません。実際にあっという間に10両編成まで長くなりましたので、無理して新宿駅まで乗り入れてもパンクするのは誰の目にも明らかでした。そのために計画は中止とならざるを得ませんでした。ところでスペース的な問題なら仕方がないと納得してしまうかもしれません。しかし中止に至った本当の理由には実は諸説あります。その一つとして、西武グループ創業者である堤康次郎氏と事実上の東急創業者である後藤啓太氏との確執があると言われています。埼玉県から東京都にかけて路線を延伸させてきた堤氏と、戦時中に東京西南部の私鉄を次々に東京急行電鉄に組み入れ、さらに旧西武鉄道も狙っていた後藤氏とは犬猿の仲だったと言われています。終戦直前の1944年、堤氏は旧西武鉄道、武蔵野鉄道、食糧増産の3社の合併を申請します。しかし後藤氏と手を組んだ当時の鉄道総局長官が許可を出さず、逆に西武系を分割するよう圧力をかけました。堤氏はこの交通統制に懲りて西武鉄道の都心乗り入れを一切やめたと言われています。堤氏の側近によれば、新宿東口までの延伸を進言したそうですが、堤氏の意向で歌舞伎町で切られたとも言われています。もう一つの説が、新宿駅東口の駅ビル建設に西武グループが反対していたという説があります。当時百貨店として強力な力を見せていた三越や伊勢丹が、当時まだ小規模だった西武百貨店池袋本店のある池袋に進出を検討していました。新宿に本店がある伊勢丹は東口駅ビルに進出を目論んでいた高島屋に絶対阻止の構えを見せていました。そこで伊勢丹が池袋への出店をやめる代わりに、西武が高島屋の新宿出店に反対するという取引が交わされ、駅ビル反対の立場になった西武は新宿に乗り入れられなくなったという説もあります。いずれにせよ、新宿乗り入れ計画を中止にした西武鉄道は仮の駅としていた西武新宿を正式な駅とすることにします。1977年3月、現在の西武新宿駅にプリンスホテルとショッピングモールが入居した現在の位置に、地上25階建て、地下4階建ての駅ビルを建設します。正式にターミナル駅となった西武新宿駅はホーム2本を備え、10両編成用発着線3本を有する高級的ターミナルとなり、西武新宿線の新宿駅東口乗り入れの計画は完全に消えることになったのです。
消えた副伏線化計画と新宿南口延伸計画。ところで1980年代といえばバブル時代と呼ばれた好景気の時代です。その時代に計画はされたものの消えてしまった計画がありました。一つは新宿線副伏線化計画でした。飽和状態にあった輸送能力打開の切り札として、さらに新宿線のさらなる利用者の伸びが見込まれたための計画で、西武新宿から上石神井間に地下急行線を建設する計画が立てられます。自社路線の下を走らせるので用地買収の手間はかかりませんので、実現すれば地下を走る急行線は途中高田の馬場だけに停車することになり、理想的とも言えたかもしれません。1987年12月に特定都市鉄道整備事業計画の認定を受け、翌1988年9月に運輸大臣の認可が下り、特定都市鉄道整備積立金制度導入による運賃の増額も実施され、さらに工事も部分的に着工しましたが、1995年1月に突如計画は無期限延期となりました。景気減退や少子高齢化の影響で見込んでいた利用客数が減少したことや、当初は1600億円と見込んでいた工事費用が地下水工事や避難経路の建設、建築費高騰の影響で3000億円に膨らんでしまったのが原因で、この際一時的に増額された運賃を計算し直し、運賃の値下げを実施しています。計画を無期限延長させる代わりに新宿線の線形改良、ホーム改良工事が実施されました。肝心の副伏線化計画の工事は2008年3月に竣工期限を迎え、実現することなく終わりました。もう一つの計画が新宿駅南口延伸計画で、こちらもバブル好景気の時代の計画でした。新宿駅南口の貨物駅跡地に百貨店の建設構想が浮上し、出店を目指していた西武百貨店は1989年に西武新宿駅から大深度地下線を建設して南口まで延伸させる計画とともに競争入札に参加します。しかし歌舞伎町商店街の反対もあり、さらに好条件を示した高島屋に敗れてしまい、これによって西武鉄道の新宿駅方面の延伸は完全に消えてしまう結果になってしまいました。西武鉄道の都心乗り入れが遅れた理由。ところで視聴者の皆様はお気づきでしょうか。1960年代から私鉄各社は相互乗り入れという形で都心乗り入れを果たしているのに、ここまでの話の中で西武鉄道には相互運転での地下鉄乗り入れ路線がありません。1960年から1980年にかけて西武以外の他の都内に乗り入れる大手私鉄、つまり東武、小田急、東急、京成、京急、京王は何らかの形で東京の地下鉄との相互直通運転を実現させています。しかし西武鉄道が本格的に地下鉄乗り入れを果たしたのは1998年のことで、他の鉄道事業者から明らかに遅れています。その原因、それこそ堤康次郎氏と後藤啓太氏の確執がありました。都心乗り入れを計画すれば後藤氏または後藤氏の息のかかった運輸官僚とも関わることになり、さらに後藤氏がその設立に深く関わった営団と協議もすることになります。それは堤氏にとって耐え難いことであり、そのためか西武社内でも都心乗り入れはタブーとされていました。ではなぜそのタブーを破ってまでも都心乗り入れを果たしたのでしょうか。他の鉄道事業者が地下鉄各路線と相互乗り入れを実現させていく中で、このままでは他社から取り残されるという危機感が西武社内に徐々に生まれていったといいます。そのためまずは東西線との相互乗り入れを希望しますが、この時すでに国鉄中央線との話がまとまりつつあった頃で、当時の役員の談話では当局から相手にしてもらえなかったそうです。
そこで紆余曲折の結果、西武鉄道は有楽町線との相互乗り入れで地下鉄乗り入れを果たします。しかし2015年に中野区議会は西武鉄道と東京メトロ東西線との相互直通運転に関する資料を公開します。その中で高田馬場駅は新宿線ホームが地上2階に対し、東西線ホームが地下2階にあるため乗り換えに多くの時間を費やすこと、高田馬場駅利用者には JR 山手線に乗り換える人もいるためラッシュ時に相当混雑していることなどを挙げ、多くの問題を抱えていると指摘し、東京メトロ東西線との相互直通運転に実現に向けて取り組んでいくとしています。さらに2020年9月には西武鉄道の社長がインタビューにて、新宿線が西武新宿駅止まりであることに沿線の乗客から不満の声が多いと語り、東京メトロ東西線との相互直通運転について、新宿線の都心乗り入れのため東京メトロ東西線乗り入れなどといったさまざまな選択肢を検討していると語り、東京メトロなどと調整していることを明らかにしています。ハードルはものすごく高そうですが、実現すれば新宿線はもっと便利になりますね。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことで、西武新宿駅は新宿駅延伸を目指して当初は仮駅として開業したこと、新宿駅乗り入れ計画の中止と仮駅だった西武新宿駅が正式な駅として開業したこと、消えた複々線化計画と新宿南口延伸計画について、西武鉄道の都心乗り入れが遅れた理由についてがお分かりいただけたと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またチャンネル登録についてもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。